今週もお疲れ様。せーの、カピコヤラジオ。どうもカピーです。小焼けです。はい、こんばんは。はい、今週ですね、はい、今週というのは、今日はですね、毎回お決まり本当に何日だ、18日の土曜日ですね。そうです。はい、はい、18日の土曜日に今収録してます。だからね、ちょっと早めの収録ですね、久々にね。そうですね、はいはい、で今週のあれ月曜日だったっけ、カッピーが言ったので。あ、私は水曜日ですね。あ、水曜日全然違う。興味感覚大丈夫かな。時間カッピーさんが、水曜日で、私は金曜日になんとたまたま2人とも名古屋の東山動物園に行ってきたという。そうなんです。行ってくるわ、みたいな。偶然偶然 ね、まあ、違うんだけどね、日にちは違ったんだけどね。日にちは違うんですけど、うん、でもね、まあ、そうそうね、しょっちゅう行くところじゃないのにね、こんな同じ週で。そう、うんうん、なんなら私なんて独身なんでね。そう行くところじゃない。あ、そう、私独身の頃も行ってたけどね、好きだもん。あ、ほんと大好き大好き。そうだよね、シャバーニがいるからね。そうそうそう、やっぱね、で最近なんてもう結構毎年絶対年一は行ってるのね。あ、そうなんだ。うん、行ってるの。うんうんうん。やっぱそうなってくるともうさ、いろいろ把握してるしさ、うん、あー、そっかそっかそっか、うん、でもうあとはめでるだけみたいな。あ、なんかその土地感みたいな不安とか、すごい名言だ、なんか、うん、これはどこにいるんだろうとか、そういうのがもうないわけね。はいはいはい、はい、でもう分かるの全部が。はいはい、素晴らしい。だからもう本当にダイレクトにめでるだけ動物を。あー、素晴らしい。もう本当ラブ、うん、どんなまとめ方。もう素晴らしい、ね、あそこ大好きなんですよ。はい、いいと思う。ありがとうございます、うん、いいと思う、うん、本当になんかね、私なんかゴリラのシャバーニが、うん、まあ、結構イケメンゴリラとしてね、一時期話題になってましたけど、シャバーニがもう大好きってこの話をね、前ラジオでもしたんですけど、うんうん、なんかシャバーニはもうやっぱり圧倒的カリスマスターなんですよね、私の中で。はははは。もう光ってる、いつだって光ってるんですよ、シャバーニは。本当申し訳ないんだけど、はい、シャバーニ見つけられず、うん、あ、だから多分中に入ってたんだよ。だってシャバーニが出てて光ってないわけないもん、見つけられないわけない。だからそれ違うゴリラしかいなかったんですよ。あ、そうか、うん、そういうこと、そういうこと、そうか、そうか、うん、光ってるし、もうサイズ感も違うしね。あ、そうか、なるほどね、うん、そういうことなんだよ、うん、あ、そうか、そういうことにしておこう、うん、そう、シャバーニはだからそうなんだけど、うん、なんかここ数年行くたびにすごい感じるのが、うん、私ゾウめっちゃ好きっていうことですよ。すごい、先週の大谷さんからの謎の根拠のない。あ、なるほどね、うん、そうなるほどね、うん、なんかね、その理由とかもうわからないんだけど、うんうん、もうなんか本当にゾウ好きってすごい気づいた。あ、なんかゾウ見てるとなんか泣けてくるし、なんかなぜなんだろう、大きさも大きいのもやっぱり泣けるポイントだし、うん、なんか全然わからん、なんだろうね、なんか形とか、うん、なんか 肌質とかもなんかね、たまらんのだよね、うん、なんか泣ける、すごい、もうすごい、肌質も泣けるの、泣ける、あれ、なんか目もね、目も泣ける、うん、優しい感じ。そうなんだ、触りたいし、やっぱりなんか、うん、存在感ですかね、やっぱり、はあ、バンバンというこうゾウみたいな感じ、はあ、あーゾウみたいな感じがやっぱりすごい、はあ、いつまでも見ていたいなって思いました。はあ、はい。なるほど、オツベルとゾウみたいな、何言ってんだか、オツベルとゾウ、あ、そうだね、だゾウ好きなんだろうね、私多分ね。うん、ゾウ好きなんだよね、うん、なんか他の動物も好きなんだけど、うんうん、そう好きなんだよねって、なんかちょっと違うんだよね、私の中でって思ったっけど、もうやっぱりそうだって今回確信を持った、うん、やっぱり違うわ、うんうん、思いました。キリンも好きなんだけどね、キリンも好きだし、うん、オランウータンも大好きなんだけど、結局何でも好きやん。なんかね、やっぱりちょっと違うなとね、うん、思いましたよ、シャバーニ、はいはい、よかったです。すごくもう聞いていただいてる皆さんにとっても果てしなくどうでもいい話を繰り広げておりますが、もう LINE で、はい、うんうん、LINE であれだっけ、うん、ゴリラとウゾウを見ると涙が出るシステムってきたもんね、
あ、そう、シャバーニね、特にシャバーニね、ゴリラはね、うん、そこは大事なんだ、大事だね、やっぱりね、すごいシステム、違うね、うん、そういうシステム、システム、ね、そこに行ってしまう、分かる人いるかな、分かってる人いるかな、一度自体が折れさっていうね、鉄板ネタが、システムが出るとね、必ずこうなるんです、システムって言葉が出ると、はい、そういう、はい、あのよかったら井戸芸人でちょっと調べてみてください、ね、YouTube 上がってくるんで、はいはい、もうあれを一回見てしまったらもうシステムって言ったらもう井戸芸人になるんで、ね、システムになるんで、いや本当にシステムになるんで、はいはい、ぜひご覧ください、はいはい、もう毎回歌ってますからね、私たちシステムっていう度にね、はい、そうです、歌ってるのは小焼さんだけだから、そんな鮮明に覚えてるのはもう小焼さんだけだから、あの何回も見たからねしっかりフルで歌ってくれるっていうね、ここまでは出れるけどこれ以上は出ないシステムあの見てくださいマジで皆さん、あの、はい、絶対ね、あの、はい、くだらな面白い系が好きな方は、はい、ぜひ小焼さんと一緒に歌ってください、はい、あ一緒に歌いましょう、はいはい、あ、すいません、じゃあちょっと大事な宣伝もできましたね、はいはいはい、いやカッピーさんの動物園の感想とかいいんですか、大丈夫ですか、え、か、うん、あ、すごい久しぶりに行ったんですけどね、うん、あ、よかった、うんうん、あ、あ、あ、うん、動物いっぱいいるなって、あ、動物園だもんねいっぱいそういっぱいいるんだなってね、うん、小池さん一人で行ったんじゃねえかっていう疑いをかけられたんですけどなんかカッピーだな、一人では行ってないですなんかね、最初にデートかって言ったらなわけってきて、その後が何にもなかったから、あ、これカッピー一人で行ったいやでもカッピーだったらありえるかとか思っちゃってないすごいな、さすがになかった、私にはね、うん、あのそういうシステム備わってないんで、ちょっと一人で行かないかな、そう涙出てこないからさ、そう、あ、そっかそっか、はい、よかったよ、はい、でもすごく久しぶりの動物園、うん、うんうん、やっぱりね、いいよね、行くとね、うん、本当にもっと家が近かったら私はもう働きたいです、あそこに本当いつも、はい、すいません、もうどうでもいい話しすぎ、はい、ちょっと今日はね、あの、はい、あのコーナーが復活しますよ、なんとどのコーナーだ、いろいろありすぎて、みんな忘れてんじゃないですか大体のコーナー忘れてる本人たちですら忘れそうになっているそんなコーナーをね、でもね、ちゃんとね、はい、正面からね、うん、そう思い出してね、あ、はい、送ろうってしてくださった、もう私たちにとってはもう天使なのかみたいな方がね、いらっしゃいましたよ、ありがとうございますじゃあちょっとタイトルコール、コーナーのタイトルコールいきますよ、はい、久々の、はい、共感できる偏見あるある、お、イエーイ、懐かしい、パチパチパチ、懐かしいはい、このコーナーはですね、これってこういう風に思ってんの俺だけかな、私だけというようなですね、偏ってもいてもいい、しかありふれていてもいい、とにかく偏見を言うというコーナーでございます。こんな説明じゃなかった気がするわ。いいよ、その説明だったっけって多分皆さん思ってると思う。久しぶりすぎて。久しぶりすぎて。確認しとくの忘れたと思って、このコーナー説明。いいよ、どうしようと、今行き当たりばったりで言っちゃったんですけど。うんうん、大丈夫、誰もそんなこと気にしないから。はい、あ、そんなこと気にしないですね。うん、はい、もうそこまで通る人もいないでしょうね、別に。はい、すいません。はい、はい、では行きますよ、はい、ラジオネーム、ザ・シロマニオンズさん。お、イエーイ、前回からですね。前回かな。はい。送ってくださいました、ありがとうございます、本当にありがとうございます、カッピーさん、小焼さん、リンさん、こんばんは、こんばんは、突然です、こんばんは、突然ですが偏見を発表させてください、はい、私は友達のことを連れ、彼女のことを女と呼ぶ人が嫌いです人のことを下に見た発言に聞こえるからです、あ、これって偏見でしょうか笑い笑いって書いてあるまたまたお二人の中でこういう人は苦手だなと感じるタイプの人はどのような人でしょうか、そういう人にならないように私も成長したいです、よろしくお願いいたします、というお便りでございます、はい、ほらもう白マニオンズさんもそういう人にならないように私も成長したいですとか言う時点でね、やっぱり誠実な人ですね、まあ、確かに、しかしは前々回をご確認くださいご確認ください、はい、はい、もういい人なんですよ、白ちゃん、ね、出会いましたか、シロちゃんあれからどうかな恋人は、あ、そうだそうじゃないか、うん、そうだよ、大事な
大事な、ね、こんなね、うん、優しいシロちゃんにはきっといい人が現れますよ。はい、ということで、はい、はい、友達のことを連れ、彼女のことを女と呼ぶ人は私も嫌です、うん、どうですかカッピさん。同感です、うん、ちょっと気になっちゃうよね、うん、ずっと引っかかるよね。ちょっと引っかかる。つれっつれって言うんだみたいな。女って言うんだみたいな、うん、そう、なんかなんかね、なんかさ、その生きり方ってなんかちょっと微妙だよね、うん、なんかさ、私さ昔さ、うん、あのこの人素敵だなって思って、この気さくで、うん、あの年上の女性だったんだけど、すごい気さくだし優しいし面白いし、うんうん、なんか素敵だなと思ってた人がいたんだけど、うんうんうん、なんかその人が私の連れがさみたいな感じで言ったのね。はい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 、なんかね、なんか一気にね、うん、ちょっと萎えたもんその時。あちょっとね、うん、うん、なんかその一言でなんか、そうそうそう、うん、あそういう人なんだってちょっと、うん、あの思っちゃった。うん、わかるよその気持ち、わかる、うん、うん、なんだろうね、こう威力あるね、うん、連れってね、威力ある、うん、威力あるよね、連れの威力半端ないよね、連れの威力マジ半端ない、うん、女って呼ぶ人って逆にでも私あんまり会ったことないかも、うん、あんまね、俺の女みたいな、うん、会ったことない、言ってんのかな、なんか、いや、いるよ、逆に女性がいないところとか、あ俺の女がさみたいな、実は言ってるかもしれない、うん、いやでもなんかそうだな、そうね、なんかさ、照れくさくてなんかそういう言い方をする、なんかシチュエーションとかもあると思うけど、ああはいはいはい、うん、まあだからもしかしたら許せるパターンもあるかもしれないけど、私も基本的にはあんまり、うんうんうん、そうね、うんうん、かな、うん、まあ連れほど嫌じゃないけど、ああ連れね、個人的には、うん、連れね、でも人のことを下に見た発言に聞こえるからはね、偏見じゃないと思いますよ、うん、そうです、うん、シロちゃんそうだと思います、うん、共感できます、はい、うん、シロちゃんの言う通りで言いたいだけ言いたいだけ、はい、ということで、苦手だなと感じるタイプの人いますか、どのような人ですか、はい、どんな人ですか、私別にいっぱいいるけどねおるんかいそれ人間ですからね、そうですよ、いやいやいや、人間なもの、そんなね、そんなね、あの完璧人間じゃない、ないですから、うん、完璧人間どころかっていうか、うん、穴だらけですからね、うん、どうしようこういう人どうやってやってしたらいいか分かんないっていう人とか、ねね、いっぱいいますよそりゃね、うんうんうん、はい、いろんな人と仲良くなりたいですけどね、はいはいはい、うん、カピーさんパッと思いつく人どんな人、なんかそういう感じで言うと苦手っていうか、そういうことをしてたら気になっちゃうっていうのは、うんうんうん、あの靴のかかと踏む人が、うん、確かに大人になったらあんまりいないかも、ね、靴のかかとを踏む人と、あとなんだろう、うん、上着を袖通さずにかける人がちょっと気になっちゃう、袖通さずにかける人、なんか肩にかけるおしゃれみたいなあるじゃん、あ、はい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 、はい、え、一時さ女子めっちゃやってなかった、あ、そう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 、なんかあれ苦手なんだ、私やる人じゃなかったんだけど、うんうん、たまたまラジオで三宅の健様が、うんうん、あれをやってるのがすごい気になるって言ってて、うん、意外、俺はあれを見るとこう首のとこを引っ張って脱がせたくなるみたいな、うん、引っ張りたくなるんだよね、あれ見るとみたいなこと言ってたらすごい気になるようになっちゃって、うん、あなるほどね、うん、その2点ですかね、私が気に、うん、だってさ、なんかさ、あれってさ、そのファッションでしかなくって、うん、あれによるメリットって一個もないよね、まあそうね、防寒とかではないからね、まあちょっとかけるぐらいな、うん、だってずり落ちるだろうし、そうですね、まあ、おしゃ、そうね、うん、私もねやったことないな、あれは、うん、なんかね、あの気恥ずかしい、そうね、おしゃれ上級者がやる感じで、ね、うん、そうね、それが様になる人はね、うん、様になってるんだけど、自分がやるとなんか気恥ずかしい、そうね、ちょっと様にならない、頑張ってる私みたいな、そう、そうなんだよね、そう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 、ぎこちなくなる、うん、うん、まあ、似合ってる人は ね、いっぱいいらっしゃるんだけど、なんか気になっちゃってやばい、片言だった、なんか気になっちゃって私も引っ張りたくなっちゃって、いっぱいいたけどね、そういう人ね、そうですね、はい、一時、うん、ね、最近あれかな、ちょっとあれか、いないよね、
流行った時期あったもんね。流行った時期あったね、うん、確かに、うん、なるほどね、はい、なるほどね。まあ私もっていうか、あのなんだ、苦手なタイプでパッて浮かぶのはやっぱりなんかあのめっちゃ意識高い系な人たちって掃除ってあんまり得意じゃない。ああ、はいはいはい、なんか、わかる。なんだろう、あの何でもこう最先端行ってて、うんうん、そのメイクとかそのブランドものとか、うんうんうん、なんかなんていうの、美容とか、うんうん、なんかそういう系のこと、食事とか、うんうんうん、なんかお家の中とか、なんかそういう何でも最先端常に行ってるなんか意識高い系の人って、うんうん、なんか会話もそういうことばっかりだったりするじゃん。はい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 、これがいいよみたい な, なんか今これだよみたいな、うんうん、なんかあんまりそういうわけさ興味ないから言ってもうたそう、ね、ブランドとかも全然興味ないし、うん、正直、うんうん、わかる、うん、なんかね、そこになんか別に楽しみを見出せないから、うん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 、なんかその価値観の中だけでこう生きてる人とどうやって接したらいいかがわからないの、うん、あ確かに、うん、なんかそういうことさばっかりこうさ、何あの見た目のさ、その美醜とかでも、うん、その美しさなんていうの、見た目の美しさばっかりがこうなんかなんていうの第一評価みたいなタイプの人とか、うん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 、なんか大事なとこってそこだけじゃないですか。まさしくそうね、わ、うんうん、かります。そんなことばっかり考えてて疲れないかなみたいな、うん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 、なんかなんかそっちで疲れちゃうのは私だけかもしれないけど、それが楽しいわけだからね、見てるとね、それがね、うん、なんかね、会話が何喋ってるか分かんない、うん、あんまり。そうね、わ、うん、かるよ。そう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 、うん、ありがとう。私も同じ、共感してもらえた。じゃなきゃこここんな気合ってないよね。そうそうそう、どっちかがさ、そうこれね、これすごいいいよ、うんうんうんみたいな感じよね、うんうん、あれだったらね、ちょっともう会話がだんだん成立しなくなってくる、ね、そうだね、うんうんうん、本当に、うんうん、成立しなくなっちゃう、うん、本当に、うんうんうんっていう人苦手だね、そういえば。え、うんうんうんってうんうんうんってなんかさ、これなんとかでうんうんうんみたいな、わかる。やたらうんうん言う女子。ああはい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 、これ何々でうんうんみたいな、なんかわかる。いやわかるよ、わかるわかるよ、なんかすごい気になる、うん、うんうん、あ、言っちゃう言っちゃう、すごい気になる、まあ、まあ確かに、うん、カッピのうんうんと全然違うんだけどさ。すごいすごいマニアックなとこ行ったね。あ、そうだね、急にね、今思いついちゃった、喋、うん、っとる中で。確かに確かに、全然いいと思う。うん、いや、うん、その返事絶対適当じゃんとかってツッコミもできない感じの、あ、はいはいはい、なんていうの、もう綺麗な、うんうんうんみたいな。わかるわかる、分かる、違う世界観の、うん、うんみたいな、わかる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 。カッピーとかさ、うん、ほう、うんうん、なるほどなるほどって言ったら、いや絶対聞いてないでしょ、今の絶対適当でしょとか言えるんだけど、うん、それがなんか言えないタイプの、うんうんの、はいはいはい、圧、逆に圧みたいな、うん、相手の相づちによってだんだんこっちの声小さくなるみたいな、あ、はい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 、あ、そうそうなんですみたいなね、うんうん、だって出て聞いちっさいですから、私もそういう圧に弱いんで。はい、うんうんの圧って初めて聞いた。いや、これ分かってくれる人いない、これこそ共感できるだわ、でもいるんじゃないの、うん、なんかなんだろう、再現ドラマとかでありそうじゃない、そういうさ、あ、ね、なんかあざとくて何が悪いのとかの再現ドラマの女性に出てきそうな感じの、うんうん、あ、そうか、じゃ、あの番組全然見てないや、うんうん、そうそうかも、うん、うん、そうだね、うん、そうだね、うん、うん、いい、面白いですね。うん、なんかこれでも苦手な人の話をなんかするのってちょっと勇気いるね。そうね、なんか敵を作りそう、ね、敵を作りそう、私とか敵作りそうだな。敵作りそうだ、うん、なんか、うん、肩かけたことある人たちを敵に回したかもしれない。ごめんなさい、あの、それぞれね、まあ、私はという、ね、そう観点でね、そうです、間違ってるとかね、そういう否定はしてないですよね、うん、そう、気になっちゃうっていうだけ、はいはい、そう、苦手なわけじゃない、だんだんこう、そう後ずさりしてくる、守り始めてしまった守り始めてってかさ、白マニオンズさんはさ、なんかそうならないように気をつけたいですみたいなこと言ってますけど、はい、なんか女の人の話ばっかりしてるけど、あ、本当はね、あ、男性靴のかかと、やっぱ女性の敵は女性になってるように思われちゃうかな、そうか、そうか、そうだね、男性急に男性を考え始めた。靴のかかと踏んだりとか、なんか
やっぱりあんまり不潔とかはちょっと良くないよね。そうね。でもワイルドはワイルドでかっこいいからな。難しい。難しい。そう、逆にめっちゃ潔癖な人とかは、うん、緊張するから苦手といえば苦手かも。どなんかチェックされてたらどうしようみたいな。私のなんか家とかもちょっと呼びづらい、ね、あんまり潔癖ない、行きづらいしね、相手の家とかにもね、汚したらどうしようみたいな。確かにそうだね、潔癖の人、逆に仕事場の人で、うん、なんか全然そんな、なんて言うんだろう、別に恋愛関係なわけでもないのに、なんか歩いてる時に車側に急に立たれたりするとか、でそういうのめっちゃ気になっちゃって、すごい嫌だった、よくね、別にどっちでもみたいな。いや、これめっちゃ勉強になるじゃないですか、白マニオン。いや、でもなんか逆にダメな人もいるんだっていう。なんかすごい嫌だった、車側にすってさ、行くのとかさ。いや、なんか、なんだろう、好きな男性だったらいいのかもしれないけどさ、普通にさ、職場の先輩がにやられてもさ、何何ってなっちゃって、別に、ね、職場の後輩なんだから、別にそんなね、車側通ろうか、ね、良くないって思っちゃうってさ、いや、だからさ、その無意識的にさ、女性を守ってあげてくれてるわけだ。そういうことなのかな。すっごい嫌だった、毎回そうだったんだけど。それかさ、好きだったんじゃないの。絶対それはない。だって結婚してるもん。あ、そうか、あってはいけないね、それは。なんだろう、そういう、なんだろう、そういう風に動いてしまうのがもう何できてる人だ、方だったのかもしれないけど、そうじゃない、なんか嫌だった。ダメなんだ。私なんかダメだったな。そうなんだ。なんかダメだった。じゃあ、なんか過度に女性扱いされるとかがダメみたいな。すごい嫌かもしれない、わかんないけど、職場の人だからかもしれないけど。なるほど。じゃあ男友達とかだったらいいの、別に。あ、でも嫌かもしれない。嫌なんだ。恋人しかダメなんだ、そこは。わかんない。わかんない。車から守るのは恋人しか許されない。別に守んなくてよくねって言っちゃう。めっちゃ歩いてもいいじゃんって。私普通に喜んじゃうけど。本当。嫌かもしれない。嫌なのかな。じゃあそうかもしれない。そうだわ、嫌なんだよ。だってそんな嫌じゃないもん、全然。あ、そっか。なんかありがとうございます。あ、そっか。そっか、どっち歩いてもよくねってなるのはちょっとなんかあんまよろしくないかもしれないな。じゃあさ、なんかさ、車のさ、運転でさ、なんか何、助手席、今日急ブレーキとかでパッてこう手でかばってくれたりとか、そういうのも嫌だ。嫌だ。そうなんだ。好きな人でもダメなの、それは。別に、別に守ってくれなくていいよって思うの。別によくないって思っちゃう。マジか、たくましいな。そうなんだ。やばい。じゃあ、ありがとうって思えるようになろう。ありがとうっていうか、なんかそこはキュンっていいんじゃないか。キュンって思えるようになろう。キュンって、キュンってするわ、これから。いや、でもそれね、無理になれるもんじゃないからね。だから、あれらしいですよ。ちょっと、カッピーを狙ってる男性の方に。こっちが多分少数派だから、多分やった方がいいと思います。でもさ、これさ、前回の白マニオンズさんのさ、お便りの話に通ずるね。なんかこのキュンは本当人それぞれみたいな話。本当だね。そうだね。だからさ、恋愛マニュアルとかでさ、なんか女性がを落とす方法みたいなの、なんか10の法則とかあるじゃん。そうあるね、そういう本とかね。あんなさ、本当当てにならないよね。そうだ、人それぞれだな、思えば。本当人それぞれだよね。あれでは、まあ、大衆的に、なんか割合的にそれでキュンとする女性が多いかもしれんけど、なんか刺さらない人もいるっていうね。多分刺さらない人も、だって私とカッピーのだけでも結構特殊だに、これ大概特殊だにってめちゃめちゃ名古屋め特殊だにってめちゃめちゃ名古屋め素で出てしまった。ダニがなかなか出んの。ダニって伝わるから、意味すらなかなか出てこんでしょ、ダニって。どうしよう、意味すら皆さんに伝わってなかった。特集だと思うよみたいな意味ですね、ダニってね。あ、そうだよねみたいな。すごい名古屋弁出て、ちょっと笑っちゃった、ごめんなさい。やばいちょいちょいね、出ちゃうんですよね、私ね、お育ちがいいので、ね。はい、そうなんです。うん、はい。いや、まあ、そうだね。そんな感じですかね。そんな感じですかね。
まさかの面白ちょっと、うん、意外な違う展開に行ってしまった。うん、そうだね、うん、ちょっと恋愛トークになっちゃった ね、 まさか恋愛系トーク。そうだね、まあ、だからね、その苦手な、そうならない難しいな、そうならないように。あ、今のねお話はね、別にそうなってもいい人もいるからね、うん、やっぱりあの人がねどう思うかって難しいですね。そうですね、本当に、はい、難しい。だから何してもね、人間は何しても、好かれるし何しても嫌われるということですね。すごい結論。うん、だからね、こうなんていうの、一つのことやりました、それをやっぱ評価する人もいれば卑下する人もいる、うん、感じ方はねもうそれぞれだから、うん、なすすべなしということそうだね、こうだって肩かけてるのがいいと思ってる人たちっていっぱいいるわけだから、かけてる人があんなにいるんだから、ぐさぐさ、うん、ね、あれがおしゃれみたいな、うん、だけどあれ見てなんでそれ通さないのって思う人たちもいっぱいいるじゃんだから どうしようもないですね。だから人のあれを気にしてももうしょうがないという結論ですかね。やりたいことやれってことですよね、はい、やりたいことやれってことですよ。もうどうしたって、嫌われる、どうしたって好かれるみたいな意味、ね、まさかの結論、はい、まさかの結論。私も喋りながらここに行き着くんだって今思いましたけど、まさか、いや本当そうだよ、そうだね、うん、本当そうだわ、本当そうだに、うん、連れっていうのがマジ、ま、マジでかっこいいみたいな人たち、ちょっと笑っちゃった、ごめん言いたくなかったって、いや、 いやごめんなさい、やばいこの笑いは、なんかすごいバカにしてる、ちょっとよくない、本当よくないわ、本当よくない、今すごい反省しました、愚かな人間です私は。はい、だからそういうね、連れがかっこいいという価値観の人たちだっているわけですよ、はい、それはね、うん、私は理解ができないだけであってね、そうです、それぞれね、はいはい、そういうことです。そうです。人それぞれ、価値観は人それぞれってことでね。はい、いや、いいお話ができましたよ。面白いニュースさん、ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでね、あの偏見あるある、今後ともどしどしこのコーナー生きてますので、はい、現在進行形で、はい、はい、いつでもね、むしろ全部生きてる、皆さんこれからもどしどし、はい、むしろ全部生きてる。もうやばい、一番やばいのは、おすすめ教えて酒とつまみとカピとこやっていう。あのお酒とおつまみね、おすすめのやつ教えてくださいっていうコーナーがね、過去一度だけミッシェルさんという方がね送ってくださってね、生きたことがある、はい、彼は今どこで眠っているのかってね、あ、彼ってミッシェルさんじゃないですよ、あのコーナーのことを彼って言ったわけですけど、はいね、そういうこともあります。そうですね、はい、はい、あの皆さんね、あの、はい、あの送ってくださるとね、生き返天使って思いますんで、はい、こちらは、はい、よろしくお願いします。生き返らせてくださいぜひ、はい、生き返らせてくださいぜひ、はい、ということで、もう、ね、やばいね、最近さちょっとちゃんとした回多かったから、今日緩めでいいかみたいな感じで言ったはいいものの、ここまで緩くなるとはちょっとやばいな。はい、もういいでしょう、エンディングいきましょう、はい、はい、エンディングです。はい、この番組ではお便りを随時大募集しております、はい、カッピーに嫌われたい、共感できる偏見あるある、先とつまみのカビとコヤ、はい、はい、どれでも大歓迎でございます。はい、はい、またね、あのもちろんトークテーマ、悩み事、はい、普通オタもいつでも大歓迎なので、はい、はい、どしどしお便りお待ちしております。宛先は番組概要欄にある投稿フォーム、もしくはメールアドレス、カピコヤラジオgmail.com から送ってください、はい、どしどしお待ちしております。はい、送ってくださった方にはね、カピコヤラジオ特製ステッカーもお送りしております。イエーイはいここめっちゃ盛り上げるときとさらっと流すときとあるっていう、はい、カピコヤラジオは YouTube、スタンド FM で配信しております、はい、チャンネル登録、フォローの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、では今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう、はい、おやすみなさーい。